今のサービス。サービス。回し大きいな。
じゃないですか。今ちょっと一緒に気使った顔しちゃったらやめて。でもほんまに足大きいな。それほんまにね、さっきあのいつも何センチそれ。何センチです。30センチ。本当に靴。そこは一応18もって言ったら面白い。ライブの前にね、靴をこう事務所じゃないですか、靴を磨いてこう並べた時に、コウスケ先生の靴が子供の靴に見えるぐらい。僕ね、まだ足ちっちゃいね、25.5 しかないから。ほんまにちっちゃいね。だからようこけんのよ、ゴルフ場行ってて、ほんまに。もうすぐつまずくしね。ほんまに。もう俺はほんまに間抜けの子はしないよね。こけますかね、もうちょっと。足ちっちゃいですよね。マチャカのクエスチンです。ハワイアンケアという曲をちょっとこの曲を書いたのはという映画の中に登場する歌です。で、ケオ監督とで音楽に携わったコムケアのようにあるマイケル・キャスパーさん、ガスマン難しいのが発音がね、が書いた曲で、レバカリマさんが、ダリオのレバカリマさんが歌われてました。すごいあの綺麗なビデオ、すごい西之島が噴火するたびに俺の声が乱れる。ドーンって言うとってこと、あ、そんな電波に影響するってことか。今ドーンって言ってるんやん。わからん。まあ、ぜひ見に来てください。乱れてる、ま、あの発言は乱れてると思う。発言乱れてるかどうかって今日かっ飛ばしておりますので、もう終わり。抑えが来てない。Love, love, 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 love
そのリクエストを受ける。汗かいたって俺のこんな曲知らんもんな。やったって知ってる？知らんよな俺ら。どこで覚えてきたの？そうなんよ。やったことある？ない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 。あるから入ってるの。俺なんか分からへんけどさっきミラコに赤堂鈴之助みたいで。後ろなんかちょっと後ろ見てください。赤堂鈴之助って昔もちょっとお札大名ぐらい起きたんだけどね、ポニーテールがね、一個だけ言うけど、赤堂鈴之助って知らんからな。私が子供の頃よ、いや、こう知らん。私が子供の時ってことは俺生まれてないんだ。あの人は今でも出てけえよ、死んでもうて。赤堂鈴之助ね。誰が知らんの？オンタイムじゃないですけど、子供やな。結構あのチャンネル権の親にしかなかったのでそういう番組をしか見てなかった。ほんまにあのそんな話をちょうどなんかその思い出しました。何やろ、テレビをこう見てた、その子供の頃見てたものの影響力ってすごい大きいと思うんですけど、私がガンダムを見てたのは父のせいですし、あのマドンナ好きになったのも父のせいですし、明日はそんな父の命日ですけどね。明日が命日なんです。でこの間ちょっと早めにあの医師寺お参り行ってきたんですけど、珍しくすごい晴れてて、父は超雨男なんですよ。だから自分の葬式の日もじゃじゃぶりやったし、いつもお寺さん行く日じゃじゃぶりなんですけど、今日はえらい晴れてるなって言いながら、なんかちょうどこの間休みいただいた日に医師寺の参り行ってきました。すんごい雨男や、ほんまに笑っとると思いますけど、ケンジ、父はケンジ、そうケンジって言います。父ケンジです。他の私とほとんど一緒です。ほんまにこのままです。あの本間義行さんがなんか眠そうにしてるんですけど。あ、そうなんですか。ちょっとちゃんと。あのなんか歌ってほしい曲あります？歌います？なんか歌いますか？歌ってほしい曲あったら言ってもらって歌いますけど、あの曲歌います？はいどうぞ。あれどんな曲やったっけな？サビちょっと歌ってくれる？あれ。あの曲いつもより声ちっちゃいな。全然聞こえねえな。Thank you.
大変なマイクプランならば、あの僕は知らせんな、誰も事件に何か通り、上手くなってきた最高やつは。大変なマイクプランならば、あの僕は言われよご飯だ、でも事件に何か通りだ、上手くなってきた最高やつは。聞こえてたらしいんです。あの曲あるじゃないですか、あれで、パルラパルラとソラリビアワーもいいところ。何の曲やそれ。でもありません、だってエーナニアイランドのあお金バラニーがどうしてもなんか何だっけ、レバそう、瀬戸さんにニラレバに聞こえる言われて、お金バラニーのところがちょっとニラレバに聞こえる、おかにらレバに聞こえる言われて、なんかどうしてもニラレバに聞こえるんですとか、そうやったこと、うん、そういう音がありますよね。ちょっとなんかそれが一回そうやったら聞こえるっていうやつね。あれやな、名古屋の降る時お尻のそこで切るとね、お尻になる。でもあの曲の音楽理論が変わったよな。あ、そうなんですか。そうそう、あの曲以来、では切る場所